北口七重浜駅は、北海道北都市七重浜2丁目にある、道南イサリビ鉄道線の駅。電報略号は那覇。駅番号は、主11。1976年の七重浜駅と、周約1キロメートル範囲。左が、江差し方面。どちらも島上の相対式ホーム2面2線を有し、下りホームと駅舎間には、貨物積み下ろし線。駅裏には、 左上のアジア石油函館製油所向け専用線用の留置線が2本ある。駅舎横には、駅裏との連絡用に自由通路の古線人道橋が設置されている。あとに駅舎前の貨物積み下ろし線は、函館方が切られて、駅舎横までの引っ込め線となった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成アイヌ語のヌアン内に由来する。七重駅と由来が同じであり、区別のために浜を伏したとされる。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。列車は基本的に一番乗り場を発着するが、対比などを行う場合は二番乗り場を発着する。もともとは二面二線の相対式ホームだったが、津軽海峡線開業に伴い貨物列車が、 交換することになり、有効町の関係から、現在の島式ホームとなった。ホームとは、古戦郷による連絡を行う、協上駅舎を有する。旧駅舎は、駅長事務室として使用され、トイレ部はそのまま使用し、他の部分は、テナント物件と、JR 北海道労働組合箱立地区本部が、使用していた。旧駅舎は一時期、アークや、 地元スーパーの改築時に仮店舗としても使用された。なお、江差線の道南井サリビ鉄道への移管に伴い、旧駅舎のトイレ部は、保安上の理由から閉鎖されたため、駅南口にある、七重浜住民センター、レインボーのトイレを利用する様に案内される。前述の通り旧駅舎は2017年12月頃に解体され、2019年4月には土地に、 七重浜郵便局が移転した。現在は自動券売機が設置されている無人駅だが、JR 時代は五稜郭駅が管理して緑の窓口が設置され、末期は北海道 JR サービスネットが駅業務を受託する業務委託駅だった。1984年頃までは駅の北西にあるコスモ石油箱立物流基地への専用線があり、当駅から 石油の発送が行われていた。釜谷駅とともに国鉄時代から車両が綺麗に見える撮影スポットとして有名な駅である。しかし撮影者の一部が無断でホームから線路に降りて撮影をしたり、ホームの白線の外側に三脚を立てたり、運転手に向かってフラッシュを焚いたりするなどのマナー違反が多く、 道南イサリビ鉄道は2016年8月10日から、両駅のホーム数箇所に注意書きのポスターを掲示し、注意を促している。駅西の海岸は、東山る事故で、犠牲者が漂着した現場であり、慰霊碑がある。ありがとうございます。